バックライト当てるとこのようにですね、バーコードが見えたりなんかしますね。他のやや薄暗い環境で撮影をしています。蛍光の実験なので部屋暗くしてるんですけども、これはブラックライトが出るライトなんですけど、身の回りには結構蛍光、紫外線が当てると光るものがあって、蛍光するものがですね、これは例えば白衣なんですけど、蛍光物質が、まあ、洗剤なんかにもね含まれたりするんですけど、この目ちょうど今目の前にありましたこのモールなんですけど、まあ、種類にもよるんですけど、こういう緑系の、ね、蛍光色素が使われているものがあります。こちらにもありましたね。かなりこう鮮やかに見えますけども、あとはこれは別の実験なんかで紹介してるんですけど、蓄光剤ですね。蓄光剤を入れたアクセサリーなんですけど、かなり綺麗に光ります。 ちなみにこうこれが蓄光剤パウダー状の蓄光剤なんですけどもね、これを練り混ぜてると。あとはよく知られているところで、まあ、蛍光ペンですね、まあ、こうラインマーカーで演じするまでもないんですけど、こう書くとですね、この部分が光ると、蛍光して光るというんですね。今こちらに UV という文字が見えてると思うんですけど、このコピー用紙ね、普通のコピー用紙自体がもう蛍光剤が入っていて、これが実は、紫外線防止クリームなんですけども、SPF40 なんて書いてありますけど、実は事前にこうチューブでこう UV ってなぞっといたんですけども、紫外線の防止効果を確認するのに紙にクリームをなすりつけておくと、この通りですね、はい、紫外線を当ててもそこのところが薄暗く見えますね。これは紫外線を吸収してるっていうことになりますね。まあ、紫外線は目に見えないんですけど、蛍光を発する物質の中に入って、我々のこれ目に見える光ですね、波長となって可視光線となって出てくるから蛍光として感じるわけですね。これは蛍石なんですけども、まあ、わずかですけどね、そんなはっきり見えるわけじゃないんですけども、蛍石ですね、 UV に当てると光って見えると。千円札です、どこに蛍光物質が使われているかを見てみます、はい、マークみたいな部分がよく光るみたいですね。で、紫外線を当てると光るということで、シークレットナンバーなんかに利用されているものがあります。これはがきなんですけど、はがきのこうですね、このバーコードがですね、これ通常ではこれ見えないんですけども、ブラックライトを当てるとこのようにですね、バーコードが見えたりなんかしますね。他のこれなんかもそうですね。ですね。この封筒にですね、封書のこの表の部分にこうバーコードのようなこう光がこう観察されるというものですね。で、先ほどもコピー用紙こう光るって話したんですけど、
こちらですね、こちら和紙の方はですね、これ和紙の実はハガキなんですけど、こちらは紫外線当てても光らないんですね。こちらのコピー用紙って言いますか、普通の、ね、よく目にする、白っぽい紙ですけど、こちら和紙の方はさすがにこう漂白されてないということで、ですね、こういったハガキなんですけど、紙すきで作った和紙ハガキなんですけども、紫外線当てても和紙の方はさっぱり光らないですね。次に紹介したいのは蓄光パウダーですね。蓄光パウダーで、これセロハンなんですけど、このセロハンにですね、指でこう強く指を押し付けて、指の先には結構油がついてたりするんですけども、この指紋ですね、セロハンにこうギュッとこう指紋をつけて、その上にこう蓄光パウダーをですね、これ綿棒なんですけど、耳かき用のタンポですね、綿毛みたいなやつがあるんですけども、あれ使うともうちょっときちんとできると思うんですけども、これで指紋の形がですね、まあ、指紋が観察できるのではないかという、そういう話です。この蓄光剤のものはですね、人体に、安全なものなので、それほど神経を使わなくても大丈夫です。これですね、でここに先ほどのように紫外線を当ててみて、光って見えるかどうか、指紋が見えるかどうかやってみたいと思います。はい、はい、見事に光ってますね。まあ、指紋に見えるかどうかわかんないんですけど、ちょっと近づけてみると、もう少しちょっと蓄光剤まぶしすぎた感じがしますけど、指紋らしきものが観察できるということです。蛍光剤であるフルオレセインという物質を紹介します。これオレンジ色の液体なんですけども、こちらの試験管理ですね、こっち側がアルカリ性、こっち酸性なんですけど、アルカリ性の方、これですね、アルカリ溶液だと紫外線が当たると、まあ、光って見えると、こう、いやいや黄緑色ですね、光って見えるというものですね。紫外線を当ててみます。暗くしますね。はい、こんな感じですね。こう紫外線を当てる角度によってですね、ちょっと光り方が違ったりなんかもするんですけど、こうですね、こう情報から当てるとこうはっきり差が見えると思うんですけど、ね、こちらに、試験管ですね、まあ、同じことをやるんですけど、試験管にフルオレセイン、まあ、1、2滴入れました、ね、酸性だとあまり光らなくて、塩基性だとですね、アルカリ性だとよく光るってことを示したかったんですけど、もうすでにこちらの方で示している通りなんですけど、片方にですねアルカリを入れます。水酸化ナトリウムなんですけど、肉眼では明らかにこう差が見えるんですけど、どうでしょうか、そちらのカメラの方から見て左側の方が、ね、こういい感じで光ってると思うんですけどね。このフローレセニングですね、いろんなものにこう使われてまして、さっきからチラチラ見えてるんですけど、この容器ですね、これトリカ教材のある飼育箱なんですけども、こう当てる方向によって結構こう光り方が結構違ったりなんかするんですけども、フローレセニングが使われているものです、ね、この厚みのある部分がですね、よく光って見えると、ね、
明るくするとこんな感じなんですけど、明るくしてもまあこんな感じなんですけども、ね。